別教室だ。ふふ、君には喋れないようにアルコールを混ぜたのだ。くく、助けなんて呼ぶことはできないです。さあ、床に横になりなさい。お願い、小石さん、私は今本気で喋れなくなっているんです。ヨウムさんにそんな卑猥なことをしているのは誰です？誰だ、誰かいるのか。おい、ふざけてないで出てこんか。今の声はサナエさん。クラスのマドンナと呼ばれるサナエさんですよね。サナエさんが私を助けに来てくれたんですね。先生がこんな卑猥なことをおっぱじめようとするから私怖かったです。あ、ヨウムさん、無事ですか？この先生は他の教師の目がないところを狙って、女子に卑猥な行為をするヤバい人なんです。サナエさん。私喋れている、なんて。ふ、どうやらこの先生が違法のドラッグを使って、ヨウムさんを喋れなくしていたようですね。ですが、もう効果が切れているんですね。よかったですね。そうだったんですね。怖いです。ですが、私が来たからにはもう安心ですよ。いきなり生徒会長のあなたを見かけなかったのも、やっぱりこんなことになっていたなんてね。でも、無事で本当、よかったです。さあ、先生も謝ってくださいね。ごめんなさい、ヨウムさん。私が全部悪いんだよ。こんなことをしてしまって。大丈夫ですよ。ふ、これで大丈夫ですね。よしよし、泣くことはありませんよ。私たちお友達なんですもんね。ありがとうございます。私はとても嬉しいです。サナエさんがそう優しくしてくれるだけで、心が安らぎます。ふ、私は笑顔を見るのが大好きなんです。とても気分いいですよ。いいんですか？サナエさんにはサナエさんの予定があるんじゃないのでしょうか？今日は特に何も予定はありません。ヨウムさんや他の生徒さんたちの心配をしているのですから。サナエさんは心が広いですね。私も優しくて心広い女の子になりたいです。そんなことありませんよ。ヨウムさんも生徒会長の立場として大いに頑張っているではありませんか。私知っているのですからね。してなさそうだし、大丈夫よ。霊夢さん、後で何か食べませんか？ヨウムさんと小石さんとで。いいわよ。ただし、サナエのおごりでね。わかった。今日は皆さんに同化できるかお金もそれなりに用意しましたし。ねえ、小石さん、アイスでも食べて夜はどうしましょうか？そこはヨウムさんが決めないの。私じゃなくて、小石さんに決めてもらいたいです。ガリガリ君にしよう。